何やってんだよ、いつき。いやー、こうしてじっくり見るとさ、やっぱかっこいいぜ、俺のレヴィ。くぅー、お、インプレッサだ。すっげー速そうだな。まさにモータースポーツのための車って感じだよ。いつき、その人の車みたいだぞ。うわ、すいません。今日は走りに来たんですか。ちょうどいいや。俺、竹内樹って言うんだけど、よかったら一緒に走らない？俺だって前より上手くなってるんだぜ、たくみ。あんま本気になりすぎないでくれよな。俺だって、おぉ、撃たれた。切れたぜ。調子いいぜ。危なっかしいな。自分で車をコントロールしてないとは怖いな。
し、くしょー、負けちまったぜ。俺がもっと八号を乗りこなせたらな。いや、それなりに以前言ってたぜ、いつも。そっか、そう思うか、タクミ。実は自分でもちょっとすげえんじゃねえかって思ってたんだよ。これならタクミに追いつくのも時間の問題だな。ち、元気なもんだぜ。負けたのはちょっと悔しいけど楽しかったよ。俺がもう少し速くなったらまた一緒に走ろうぜ。まだバトルし足りないって。でも俺じゃ。この車でも限界まで攻め込めば勝ち目はあるはずだ。
やっぱり匠の運転は異常だぜ。悪かったな、無理やり運転しちまって。謝ることねえよ匠。そりゃお前が負けたのはすげえ悔しいけど、俺車の性能じゃないんだってよく分かった。腕さえ良けりゃ8号でもあんなにすごい走りができるって分かったからな。早いね君、こいつに勝っちゃうなんてすっごいことだよ。それじゃあ俺たちそろそろ帰るよ。君って地元の人？俺たち東京から来て麓の旅館に泊まってんだけど、なんか秋なって思ったよりも少ないね、走り屋の車。そうそう、もっと賑やかなのかと思ってたのにな。だからそ、100% 集中するぞ。サーキットの第一コーナー突っ込むときみたいに。ブレーキングは僕の得意技なんだ。本気出せば負けない。少しは楽しませてくれるのかな。抜いてあげようかな。そろそろ本気出そうかな。あのさ、ほら、どいたどいた。絶対についてこれるわけ。あれ、レベルの違いを思い知らせてやらなきゃね。遅いよこの人。サーキットで鍛えた僕の敵じゃないね。やる気だね、あれを。やるさ。行くぞ、必殺の超絶ウルトラスーパーライトブレーキング。ついてきてる。
君が僕に話しかけるから負けたじゃないか。本気を出せばこの僕が負けるはずない。集中できなかったから負けたんだ。自分だって喋ってたじゃん。とにかく今日はもう遅いから帰るよ。やっぱコース変わると随分勝手が違うよな。その割には楽しそうに走ってたじゃねえか。できればちょっと腕試ししたいんだけどな。お？だってやるときはやるってとこを見せようぜ。おいよ、ちょっと走り屋の意地も見せねえとな。ちょっと出遅れちゃったか。ついていくぐらいは。ついていけてるけど、このままじゃまずいな。ちぎられてたまるかよ。やばいかもしんねえな。
ついていくのが精一杯だった。こりゃ勝てねえわ。けどすっげえ楽しかったぜ。よそで走るのもいい練習になったよ。俺たちアキナスピードスターズって走り屋のチームやってんだ。いつもはアキナで走ってるから、近くに寄った時は顔を出してみてくれよ。もっとも地元でバトル。おい、そこのお前。お前だよ。見かけねえやつだな。どっか。群馬エリアのダウンヒル最速はナイトキッズの庄司慎吾だろ。わざとアクセルを抜いて後ろについたらじっくり見物するためさ。ちょっとリードしたくらいで舞い上がってんじゃねえぞ。あんまり遅いと谷底へ突き落とすぞ。おら、情けないくらい不安定だね。ほらほら、邪魔だってんだよ。まだまだバトルは終わっちゃいないぜ。凝らせるように後ろからガンガンプレッシャーをかけてやるぜ。いい気になるなよ。焦ってきやがったな。ちぎってやる。ブロックしてやる。俺のシビックナイトキッズ下り最速だったろ。くそ、やるじゃねえか。とんでもねえ食わせもんだぜ。
これ以上は攻め込めないギリギリで走ったってのに追い切れないなんて。けどな、こっちから仕掛けたバトルだ。このまま引き裂く。今のはなかなか乗れてたね、マコ。うん、自分でも思った以上に調子いいよ。地元離れてみると意外と課題も見つかるし、来てみて正解だったね。お、ちょっとそこのお兄さん、その車見ればわかるわよ。走り屋なんでしょ。私たちは薄い峠から来たんだけど。私らの乾杯だよ。すごいよね、憎たらしいぐらい余裕じゃん。うん、負けたけど
すごい充実感あるよ。すごくいろんなことが分かった。車をコントロールする能力は桁外れだよ、あんた。おまけによく見ると私好みのいい男だし。何赤くなってんのよ、セイキ。もし薄いに来ることがあったらまたバトルしましょう。薄い最速のインパクトブルーが相手してあげるわ。おい、それもいいだろう。